ボール2023皆さん楽しんでいるでしょうか。今日はですねタイトルと、サムネある通り、ダメ絶対斜めスルーパスということで、ちょっとね、まあ斜めスルーパスをすごいされる方と対戦をして、まあそれを見ながらねちょっとその斜めスルーパスについてと今のイーフトについてをちょっと喋ろうかなっていう動画になっております。まあ、ちょっとゆっくりめに喋ろうかなと思うので、喋りこいつ遅いなっていう方は YouTube のね 1.25 倍速とか 1.5 倍速歯車押せばあるので速度変えて聞くのがおすすめです。はい、そうじゃない方は標準でね聞いていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、もしかしたらね YouTube に再生速度を速くする機能があるんだっていうキッズもね、今いたかもしれません。そんな方はぜひコメントでありがとうございますと僕に言ってください。よろしくお願いします。ということで、まあね早速見ていくんですけど、まあ、斜めスルーパスってなんやねんということなんですけど、まあ、今対戦相手のところで今日はねちょっとツイッターのこのマーク、はい、今動かしてますけどこのマークを使ってやっていきたいですけど、まあ、このサイドの選手とかに当ててこう今相手ねボール持ちましたけどこう普通は中に入ってきて普通とか、まあ、ないんですけどね別に、まあ、よくあるのはこのツートップとかに当てて縦パス入れて、まあちょん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 したりとかいうことなんですけど、斜めスルーパスっていうのはちょっとこう外に逃げて角度を作ってこう斜めにバーって、まあ、今ね僕の守備陣形が整ってるので、なんてことはないんですけど、まあ、これがねかなり強いよと、まあ、メッシでちょっと行ってこうやってドーンということですね。はい、まあ、ちょっとね見ていきましょう。あ、これです。はい、まあ、今のが斜めスルーパスですね。もう完全に斜めスルーパスしてましたね今。はい、ちょっと巻き戻しますね。はい、ドン。はい、ボールここです。はい、ここ入ります。わざわざ外向くんですよ。わざわざ外向いてちょっと角度つけて、で守備の僕的にはピルロでパスコースないかなと思うんですけど、まあ、ここにねスペースがあるわけですよ、ここの裏に。でこっちの相手のフォワードは重心がもう前に行くわけですよ。特にこう手上げてる時とかはねもう裏抜け出すよって相手のルンメニゲ言ってます。ただ逆にこっちのメルティザッカーとかは一旦ここで今両足が、揃って足止めちゃってる状態、そこの時にここの三角でパスを出すと、斜めスルーパス、そうするとここ入れ替われるよっていうことですね。はい、見ていきましょう。はい、こういうことなんですよ。あ、これデリフトだったか。これうまいね。でもね今の相手のこのトラップギアのダブルタッチは非常にうまかったです。はい、まあ、今のを斜めスルーパスと言います。で、これめっちゃ強いよっつって動画を撮ってる人ももしかしたらいるかもしれない。てかいるから流行ってるんだろうなと思います。ちょっと僕はね見れてないんですけど、他の YouTuber さんとかイーフトの攻略系を。これもね斜めスルーパスですね。はい、でまあ手前にグランダーのスルーパスか、まあ、今みたいに奥にねフライスルーパスをするっていうのが結構流行っている。てか強い、てかね楽なんですよね攻めるのが。基本攻撃って、まあ、中、まあ、真ん中にねゴールがありますから、グラウンドのだから真ん中を目指していくと。で、まあ、ディフェンスっていうのはなので基本中を締めたり、まあ、場所によっては縦締めっていうのもあるんですけど、まあ、基本的には中もう、ま、がっつりペナルティエリアの中を守ればなんとかなるよっていう、まあ、そういうことなんですけども、まあ、そういうのをなんかもう無視してサッカーの論理を無視して、はいはい、やっていくと、まあ、まあぶっちゃけ言うと縦切りでもいいんですけどね、まあ、ただ他の選手たちがみんな縦切りの動きをするかっていうと守備の時にしないので、まあ、基本的には中切りになるんですけど、Eフットは。はい、まあ、この今ね喋ってる間ももう3回ぐらいやったかな斜めスルーパスで。まあこれはね僕は悪いとは思いません。もちろん全然強い技だからどんどんやるのがゲームですし、やっぱね強技をねやるのが全然いいです。はい、ただちょっとまあ面白くはないよねっていうのは正直なとこねありますよっていうのと、あとは僕が伝えたいのはですね、こればっかやってたらうまくならんぞと。
いうのはあります。まあ今勝てればいいよって人はね、全然全然これやってもらっていいと思いますし、それはねもう個々の自由なので僕は何とも思わないんですけども、本当に上手くなりたいよって人、まあ多分ね僕の YouTube 見てる人とか攻略系の YouTube 見る人っていうのは、まあその時勝ちたいっていう人と、まああとは上手くなりたい、モサーの人たちと同じぐらい勝てるようになりたいとかね、まあ、そう向上心がねいい人やってる人の中でもかなり高い人だと思うんですよ。なのでこういう攻略情報が入ってきたりとか、強いなって思った技はどんどんやっていくというのは当たり前ということです。はい、ただこれはねもう絶対に弱体が入りますね。はい、もう言えます。これはてか入らなきゃこれはね面白くないゲームになってしまうなというのがちょっと正直なところあります。でまあこれ相手のね戦略的にはもうしっかりロングカウンター戦術で、もうこの辺はボール取りこないんですよね、基本的にはね。本当にバイタル近くなってきたらボール取りきて、ここも外向きにドリブルをして、はい、まあこれちょっとファウルになりましたけどね、今のも外向きに最後は出してましたね。外向きにドリブルをして、まあハーフェライン近くからはもうスルーパス、外向きにちょっと角度をつけたらスルーパスぐんと行くという戦術ですね。はい、僕もやります。ちなみに僕も全然やるんですよ、この斜めスルーパス。てかね、まあもともとまあイーフとウイーレ、まあ、サッカーゲームってまあボールを受けるときに選択肢が2個3個ぐらいなんですよね。まあ中向くか、中に縦パス、中んマイナスのパス、縦パス、まあ、あとは外に逃げるとかね、まあ、3、4択ぐらいかなと思います。まあ、その中の一つに毎回あったと、今までももううまく相手から、相手のディフェンスから逃げてスルーパスを出すというのはあったので、でも今ちょっと強くなりすぎてる。でこれまだちょっと恐ろしいのはですね、今後ゲームチェンジパス来るでしょ、あれは来たらちょっとどうなっちゃうんだっていうね、怖さはちょっとありますね。はい、だから駆け引きとかないんですよ正直。だからちゃんと裏ケアだけしてれば守れるっちゃ守れる。まあ正直この試合はそう分かってはいるものの、今見てもらって、まあ僕先制しましたけど、結果から言うと引き分けました。しっかり失点しました。はい、分かっていたんですよ。分かってたのに止めれなかったっていうね、まあ、悔しさがあり、まあ、ちょっとね、そういう悔しさも含めて、ね、動画が。でもね、相手はね、斜めスルーパスじゃなくて、まあ、こういうドリブルのところ、斜めスルーパスで出した後の今のダブルタッチの使い方とかもかなりうまいなというのはありましたけども。まあでも、本当に斜めスルーパス、もう、しかしね、もう今日ね、何回このね、動画で斜めスルーパスって言うんだっていうぐらい言わせていただきますけども、はい。まあ、たまにはこういう動画も出していこうよということで、僕、モノモース系でもない、モノモース系動画でもないけど、まあ、こういうのが今流行ってますよ。で、まあ、上手くなりたい人は、あんまり多用せずにやった方がいいよ、絶対に。まあ、昔のウィーレって、1年間に1回、まあ、作品が変わる。ウィーレ2020からウィーレ2021になってとか、まあ、そういうのがあったので、まあ、基本的に大幅な、まあ、中間アップデートがあるんですよ。製品が出て、中間ぐらいで、まあ、ちょっとね、仕様を変えるっていう、そこまで変わんないけど、まあ、ちょっと細かいとこ微調整入ったりするんですけど、まあ、そこまでの大差がある調整は入らないっていうのが今までのウィーニングイレブンの時でしたよね。でここ1年もうすぐ2年、まだ1年か、e フットボール、まあ、がっつりね、テストが終わって、ちょっと炎上を経て、しっかりオンラインも始まって、ドリームチームが始まって1年ぐらいですか、1年ちょっとぐらい立つ、皆さんにももうお気づきだと思いますけども、まあ、数ヶ月に1回しっかりとした調整が今入ってますよね。はい、まあ、当初はやっぱり特殊ダブルタッチがめちゃめちゃ強くてさ、まあ、それも調整が入って弱くなったりとか、まあ、そういうのがまあよく FPS とかね、 APEX とか Fortnite とかやる人は知ってるかもしれないですけど、まあ、そういうのが調整がね入るのは結構当たり前ですよね、こういう無料ゲームでねやってると。はい、でまあだから何が言いたいかっていうと、このスルーパスは確実に調整入るレベルだと僕は思ってます。はい、うーん、面白くない面白くないですよ。ダメとか言ってないですからね、勘違いしないで、ダメとは言ってない、面白くない、はい、僕個人的に。はい、まあ、僕もね結構相手の嫌なことする、サッカー対人ゲームって相手が嫌なことするのが当たり前なので、これも全部外にまあだからこの辺はねもうね正直ずっと分かってたんですよ僕も。だからやられる気しなかったんですけど、なぜかやられちゃったんだよな一回。うん、もう全部読んでたんですけど、はい、前半はこんな感じですね。はい、ちょっと後半はね
ID の位置が変わりますんで、この辺かな。 ID はちょっと今日はね、いつもはちょっとめんどくさいんで隠さないですけど、今日はちょっとモノモース系はねさすがに隠しておこうということでね、はい、隠させていただいておりますが、まあ、この辺ももう2タッチ目は斜め。でもうまいんだよなこれ、これこのパスでもうまいのよ。はい、まあ、これねいろいろ自分の中でね裏ケアの反省点はいろいろあったんですけども、まあでもこれは相手がねいつもの形というか、まあ斜めスルーパスの形、まあ、これが成功例ですよ、ある意味。しっかりちょいパフォーされて、ね、悔しいですよ僕は。もう斜めスルーパスでちょいパフォーされるの一番悔しい、まあ、悔しいというか、まあ、試合中はイライラしちゃうんですけど、まあ、しょうがないね。あ、まあ、なんでそんなんのやられ、分かってたのにってね、この悔しさと苛立ち、恐ろしい恐ろしい技ですよ斜めスルーパスは。やるのいいんですけど、もうほんとな、もう多用はやめよね、まあ多用やめよっていう、別に俺権限もないからさ何とも言えないんですけど、うん、まあ、とにかくここも外向きに行ってこう、まあでもサイドバックまで上げてこれをもう本当に突き詰めてる相手は、これはある意味面白い戦術だなと思いますけどね。ここもねちょっと冨安いるんだけどね、外に来るんですよ。基本的にもう外切りをしてましたこの試合途中から。あ、これシュート打ってよかったな。まあ実際ね1点しか取れなかったこのまま 1-1 の引き分けなんですけど、この試合1点しか取れなかった自分が悪いみたいなところはねもう確実にあるんで何とも言えないんですけど、でまあ この後ね、相手の褒め的にウイングの選手と ST の選手、まあ、メッシと、まあ、もう一人ペドロ・ゴンサーレスかな、はい、このところ、まあ、あ、そうでこれよくあるんですけど、この斜めスルーパスする人あるある。僕メッシこれ今見て、あの右に置いてるじゃないですかね、この右サイドにメッシ置いて中向いてコンカをさせると、コンカとかね切れ込んでシュートとか切れ込んでパスとかそういうのを狙うんですけど、あの斜めスルーパスガチ勢はメッシをもうほんと左に置きがちです。で左 CF とかじゃないの、もう左の ST とかにするの、もうこれマジであるある、これあるあるです。てか誰か動画出してんのかな、これメッシをこう左側に置いた方がいいっていう、でメッシで左側にちょっとこの辺に逃げてルンメニゲの裏みたいなね、まあ、ペドロ・ゴンサーベスも同じくですよね、はい、まあ、これあるあるです、はい、一応あるあるです、はい、こんな感じでした。まあまあマーク設定つけたので、まあ、かなりね、ハードにはいけてはいたかなと思います。だからこの後そんなにやられてなくてずっと攻めてたんですけど、まあ、ちょっと相手もかなり、まあ、引き分けでいいかなぐらいのワンチャン1点取れればみたいな感じで来てたかなっていう印象がちょっと試合中もあったので、まあしてやられたなと、うん、思います、はい。まあ、負けなくてよかったなっていうのは正直あるかな、うん、これで負けてたら僕引退してたかもしれない。もうほらこれも外を向くんです。でここデブライネでしたね相手だから、そういう選手をこの辺で使って外向きでスルーパスが上手い選手ですね。だからこれゲームチェンジングパス来たら、ちょっとゲームチェンジングパスがどういうねスキルなのかまだ分かんないですけど、どれぐらいの脅威があるのか、これいい崩しだったんだけどな、決め切りたかったな。どのぐらい脅威があるか分かんないですけど怖いですよね。もう今からこれも絶対外向くもう中に来るっていう駆け引きはなかった面白いなと思って今これ動画にしてるんですよあ、こういう人もいるんだなと、うん、本当になんか何をなんか違うスポーツやってるみたいというか、ね、もう全部外に来るから何と戦ってんだろう俺はみたいな、そういうなんか、うん、笑っちゃうぐらい、外向きにボールを置いて、ここもねあんな狭いところでも外向き向くからね相当よ、うん、やっぱこれ何回見返しても面白い、うん、でこれ見てください、素晴らしい、今見ました皆さん、これ僕のね今日のね注目おすすめシーンなんですけど、相手に取られちゃいました。ここね相手つながれました、相手のメッシにこう入りますね、はい。まあ僕的にはね、僕が普通だったらメッシ、まあここでねボール持ったらここのねマイナスのボランチ使うとか、
まあ、10メートルシューバーがこっち切ってくるんだったらここの縦パス入れて逆サイドで2対2か2対1ワンツーとかで崩すとかね、まあ、そういうイメージがあるんですけど違いますよと。次のメッシのプレー見ててください。こちら、はい、なんと外向きにドリブルしました。冨安が外にいるのに。これはね、相当驚きました。私はそこまでこだ、なんて言うんだろう、外側にディフェンスいて中が空いてる状況でも外向きにドリブルしてくるぐらいこれ強いんだと。でも本当そういうことなんですよ。外にだってディフェンスいんのにそれでもやるって相当な信用があるからね、この攻撃に。なので、まあ、強いんだと思う。本当てか強いんですよ。これも危なかったよ、結構1個遅れてたからね、これ裏ケア。でちなみに僕はこの試合でデリフト外しました。メルテザッカーに戻すっていう謎のね。でメルテザッカーに戻したらまた勝てるようになりました、なぜか。なんかね、多分ねメルテザッカーの方が気にして裏ケアするんですよ、自分自身が。あ、やばい、メルテザッカーいるからちゃんと裏ケアっていう頭でまずいるから、この相手のディフェンスが、あ、攻撃がとかじゃなくてまず自分のディフェンスがっていうね、ファーストマインドになるんで、うん、なぜか勝てるようになりました。これマジで、まあ、このお相手さんは本当にもうめちゃめちゃやってくる、もうスーパーウルトラやってくる、本当珍しいパターンなんですけど、まあ、そうじゃなくても今もう僕自身も1試合でもね数回絶対やりますし、斜めにこう狙うっていうのはやりがち、やるので、まあ、知らなかった人は、まあ、一つのね武器として、まあ、これね覚えておくといいかなと思います。まあ、ただこれやりすぎてもね、さっき言ったように、まあ、修正がいつ来るか分かりませんけど絶対修正これ来ると思うレベルなんで、はい、まあ、違うね攻撃とかもしっかり練習じゃないですけど、まあ、やった方がまあ面白いでしょっていう、ね、これも外向きに来ましたというふうにね、はい、まあ、今日はこういう珍しく、はい、こういうちょっとおしゃべり動画に、試合を見ながらねおしゃべり動画になりました。もうあとはねもう1対1のまま試合が終わるだけなので、今日はこちらで失礼したいと思います。まあぜひねこの斜めスルーパスについてね皆さんどう思うか意見聞かせてください。はい、いやもう強い技はどんどんやった方がいいよとか、ヒューガお前がそんなねなんかこの技使うなみたいな動画言う資格ないぞと、まあ、そういう意見も、ね、ぜひぜひコメント欄で、議論していただければと、コメントいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。